え、波動買ったんですよね。羨ましい。波動初めて優勝。コンさんありがとうございます。チチチチチチ壁のシールドって チチチチチチありがとう。初優勝嬉しい。私も早く出たーい。出たー。あー、これなんだよね。あ、知人ありがとう。いつ出られるかな。ホテちゃん強いよね。ね、ホテちゃん強い。早く出たいねー。でも本当にずっと出てないからさ、何の T シャツ？あ、陸上の T シャツ もうちゃんとお父さんと出かけた時はちゃんとワンピース着てたんだけど、もうお家だから陸上の T シャツに着替えちゃった 暑すぎるんですよ。だからワンピースをまたね着るっていうね、そのね、それにならな、なれなかった。その気持ちになれなかった。部屋着です。実家感、実家仕様。そう、実家仕様です。私ね、波動ね、避けれないんですよ。なんか避けてるつもりなんだけど、避けきれてなくて。載せてる写真は全然今日のとかじゃないですよ。今日のは一バレしちゃうから載せてないです。司会の画像を使ってくれてありがとう。こちらこそ可愛いの作ってくれてありがとうございます。そう、私最終兵器なので皆さん波動楽しみにしててください 今日ね、今日お寿司食べて、で夜に手作り餃子食べて、あとねカニもらったからカニも食べて、久しぶりに、あとメロンも食べました。すごい北海道感満載。カニにメロン、すごくない？ああ、うん、かなり北海道感じた。カニ美味しかった。メロンもね、私の大好きな赤肉メロンでね、めっちゃ美味しかったです。じゅんさん、いっぱいありがとう。ありがとうございます。カニいいでしょ。カニ味噌めっちゃ美味しかった。お、なった。カニ味噌食べました。美味しかった。ドルちゃんありがとう。花火？やった。マジで久しぶりに食べた。カニ食べたのいつぶりだろうかな。アッキーさん、ありがとう。絶対丸くなって帰ってくる気がする 分かんない。あんま変わってないかな、分かんないけど、丸くなってても許してください。公園できっと戻る 4公演全部朝昼。あ、そんなことないか。あれ、全部朝昼か。公演だから、朝昼じゃない、昼夜公演だから4公演土日で、なので楽しみ。
あ、餃子の写真ゲット。自分の写真載せれなかった今日、そうだ。昼夜でした。まやちゃん、なおたくさん、ありがとうございます。マジで最近もうね、公園欲がすごすぎる。もう早く公園に出たい欲がすごすぎて、もう耐えられません。だからもう早く早く明日飛ばして次の日になってほしい。マジで公園、もう公園不足。あんなにさ出てたじゃないですか、1週間に1回とか出てたから、うん、めっちゃ出たい。もっと早く出たい、早く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 出たい、早く。楽しみです、公演。かゆかゆ。9月もいっぱい出れるかな。ねえ、ゆういちがさ17期の中で一人だから、たくさん可愛がりたいと思います。ゆういち可愛い。ゆういち、いっぱいお菓子持ってってあげよう。ゆういちお菓子大好きなんだよ。だからお菓子持ってってあげよう。可愛がりすぎて困らせないようにね。ワンチャンありえる。寂しいよね。まあでも私がアンダーに出演させていただくみたいな時と同じ感じだと思うから、まあまたちょっとそれとは違うかもしれないけど、そうだから私も先輩にしてもらったように、先輩にしてもらったことがすごい嬉しかったから、私も同じ感じで接せられたらいいなって思います。嬉しかったから、そうアンダー出演した時にたくさん話しかけてくださったりとかしてくれたのが嬉しかったから、私もそんな先輩になりたいので、ねえ、ソララもお大事にだよ。忙しかったからゆっくり休んで体調万全にして戻ってきてくれたらいいな。つーさん、ありがとうございます。くまーん、ありがとう。だから皆さんもゆういちコールお願いします。多分ソララファンの方とかで、ゆういちファンの方があんまりね来られないっていうか、いらっしゃらないと思うんですけど、ぜひゆういちコール、みずみんずの皆さん、ゆういちコールお願いね。でもダメだよ、私のコールもちゃんとしてね。私もしつつ、ちゃんとゆういちの、ゆういちが歌ってる時とかはゆういちって言ってね。任せました、皆さん。頼みましたよ。え、そう、歌割りかぶるんですよね。歌割りかぶるね。そう、歌割りかぶっちゃうけど、歌割りかぶっちゃった時は今見てるあのミズミンズ以外の皆さんお願いします。私がなくなりすぎると寂しい。まあいいんだけど、全然。全然いいんですけど。ゆいみーんって言えばいい。あ、ゆいみーいいね。ゆいみーんにしようじゃん。どっちもできるじゃん。いいじゃん、いいじゃん、ゆいみーん。どっちも聞こえるよ。ソララとはね、かぶってるんです、結構。ウッフーのやつ、なんだっけ、ほんとね、キスマン。キスマンとかぶってるんです。歌割り結構一緒だったりとかする。あれもかな、君が教えてくれたもかな。
アーキーさんありがとうございます。ビンゴも、あ、ビンゴユイチと、ビンゴユイチとだ、そうビンゴユイチ、ビンゴも被ってる。後半結構一緒で、かわいい。毎日ポテチ食べてますって言ってた。毎日で、毎日ポテチ食べてますって言ってた。かわいい。それであの細さ素晴らしい。ゆいちとみずみんだと最年少と最年長、うん、そうだね、そうなるね。あれゆきじゃないもんね、ゆきたんだもんね、ゆきたんだからそうだ、私最年長だ、最年長と最年少だ。なんかそう、ゆきがいない時に私結構最年長になるじゃないですか、不思議な感覚なんですよね。ディアさん、こもちんさんありがとうございます。みゆが最年長、変わんないけどね、全然1年なんて。6歳も違うんだ。え、じゃあさ、私が小6の時にお世話してた人ってこと？お世話してた代、私が小学校6年生の時、え、そういうこと？こもちんさんありがとうございます。ちち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 ありがとう。私が19歳で、ゆいちが14歳15歳、ゆいち14歳か、5歳、6歳。わあ、お世話してた学年、すごっ。元気かな。5歳差か、小一と小一、小、うん、わかんない、計算できない。5歳差だとお世話の年になるの、6歳差でお世話の年なのかな、覚えてないけど、わかんない、計算ができないけど、お世話してた子元気かな、大人になっててもわかんないんだろうな、見たことなんて忘れてるんだろうな。かわいいよね、お世話してましたよ。私は覚えてますよ、名前も覚えてる、特にこう寄ってきてくれてた子、名前覚えてます。私子供生まれたらみゆってつけたい。嬉しい、でもそれ嬉しい。うん、元気かな。めっちゃ可愛がりそう。私ちっちゃい子好きだからね、私は結構ね、そう好きなんですよ、ちっちゃい子と遊ぶのが好き、多分同じぐらいの遊び方をするからだと思うけど、楽しい、ちっちゃい子と遊ぶの。お世話してた子からはみゆちゃんって呼ばれてたよ。心は小さい子供なのですが。みゆちゃんって呼ばれてた。髪の毛結んであげたりしてた。髪の毛ほどけちゃったって言われたから髪の毛結んだりとか
してました。あとは転んじゃった子に絆創膏もあげたりしてた。小学生のみゆ女子力高い今はもう絆創膏なんて持ち歩いてない。今は絆創膏なんて持ってません。その時の方が女子力があったね。お見送りで転んでみようかな。笑って終わりそうえ、転んでる転んでる、うわ、え、転んでる、え、大丈夫大丈夫終わるよ多分。圧は強くなかったのか。さすがに普段から強いわけじゃない。小さいみゆ、小さいみゆ、はみ出しっこさんありがとうございます。ゆういちとそんなに離れてるんだ、びっくりだね。そう考えるとなんかすごいわ。あ、ここじゃない？今まで、前までのとこ、昨日とかの位置。キラキラボイスさん、ハートたくさんありがとうございます。アンディファンいますいます。つけてない、持つのめんどくさくなっちゃうんだ。持ってくれる人募集中。17期で絆創膏持ち歩いてる人いないんじゃないサトシックさん、たけしさん、アッキーさんありがとうございます。たけしさんありがとう。目乾燥する。ゆきたん持ってるかな。でもゆきたんのねバッグって何でも入ってるんですよ。ゆきたんは多分もらったものすべてバッグに詰め込んでおくタイプだから、多分何でも持ってると思う。持ってるかな、バッグ。タンタンの四次元ポケット、そう、タンタンの四次元ポケットすごいよ。クリンピーさんありがとうございます。うるさい、ね、タンタンチャリ通してんのウケるねえタンタン、ユキさんがさチャリ乗ってさ、うん、チャリ乗ってんのとかおもろい。チャリ乗れんのあの子面白っ。こういうのやりたくなる。風圧が強い何かしらと圧が強い人みたいになってるじゃん。ゆきたんチャリか、なんかかわいい子、かわいい子がチャリ乗ってるのってかわいくないですか。かわいいわかわいいな。絶対かわいいじゃんチャリ乗ってるの。私もチャリ乗れますよ。乗れるけど進まない前に。
ゆきとさんこうやって前髪を押さえながらチャリ乗ってるよ。前髪と触れたんだけど、マジ前髪、もうチャリ乗ってたから本当にマジ前髪もう嫌なんだけど、もうマジでもう嫌なんだけど、本当に前髪擦れるとか本当に嫌なんだけど、ずっとこうやってコームでタブとかしてついた瞬間ずっとこうやってタブやってる。想像つく、授業中とかも。早くない？早くない。暑い、階段落ちる。いただきます。来ました。あ、これいる？はい。ハウンディーファン？ファンディーハン？どっち？どっちだっけ？ファンディーハン？ファンディーハンじゃない。ファンディーハンか。どっち？ファンディーファン？ファンディーファンだね。こっちか。あげる。ファンディーファンだった。うん？どっちが正解？ファンディーハン。ファンディーファン？ファンディーファン？ファンディーファン？これが名前って。わかんね。わかんね、わかんね。そういうのわかんね。てかさ、ここ引っ掛け傷つけちゃった。かゆくてさ、かいたらさ、なんかこのここに縦に線入っちゃったけど、治るかな。かゆくて仕方ない。意味考えれば、意味なんてあるのこれ。ハンディーなファン、ハンディーなファン、意味なんてあるんだ。ファンは多分ファン、え、ファンの人、ファンのみんな、どういうことだろう。ファン、ハンディー、ハンデ、ハンデ、わかんね。ファン、モテる扇風機。いいじゃん、ファンの皆さんって言ってるのってさ、日本語わからない方からしたらさ、発音違うの？ん？発音違うの？発音違うの？ハンディーファン、ハンディーハンじゃないの？ハンディーファンじゃない？ん？ハンディーファン？ハンディーファンじゃない？あれ？ハンディーファン？ハンディーファン？なんか正解がわかんない。わからん。ハンディーファン、あれ？ハンディー？ハンディーファンでしょ？ん？ハンディーファン。ハンディーファンだよ。ん？ハンディファン、ハンディファンだって。え、絶対違うでしょ？ハンディファン、ハンディファンではない。ハンディファン。ハンディファンなの？ハンディファンなんだって。ハンディファン、ハンディファン、あれ、ハンディファン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 、やめてほしい、やめてほしい、本当に。ハンディじゃないの？ハンディハンハンディファン、ハンディファン、ハンディ、ハンディファン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 、わかんない。
困った。手持ち扇風機でいっか、むずいから。ちょっと今度教えてもらおう、愛ちゃんとか。手持ち扇風機でいきましょう。困った。なんか戻ってきて結構日数いるじゃないですか。なまってる気がするんですよね。戻った気がする。まずお友達と会った時に、え、こんな友達なまってたっけと思って友達言っちゃったんですよ。え、あんたなまりすごいねって言ったらバカにしてんでしょって言われた。だからでもそのなまりを普通に不自然とだと思ってなかった私の中学校時代ってそれぐらいなまってたんだって思うとびっくり。びっくりしました。いつか東京に戻ってきてね。いつかでいいの？いつかでいい？今すぐじゃなくていいんだ。いつかでいいんですか？え、いつかでいいの？寂しいでしょ絶対。いつかでいいんだ。うん。MC でなまるかな。え、でも東京に戻ったらさ、東京弁の人しかいないじゃないですか。標準語か、標準語の人しかいないから多分なんかで変わる、入れ替われると思うんですよ。でもテレビに出てる人の言葉聞いても自分それと同じ言葉喋ってると思うじゃないですか。思ってたから、その高校生の時とかなまってるって思ってないですよ本当に。コウさんありがとうございます。ほら MC でなまってないでしょ。だから多分ね、周りに影響されるんだと思う。周りが黙ってる人とかだったら自分も多分自然と、まあ、変えるとかじゃないけど自然とパーって出るけど、周りが標準語だったら自分もなんか自然となんかオンオフがあるんですよねきっと。わかんないけど。わかんないけど多分おそらく。え、なんとなくわかるでしょ。そうそうなの。これをなまらせるってなんだろう。トロフィー腎臓。あ、でもできそう。トラヒ腎臓繊維アマ心臓できそうじゃない。多分できると思う。よっしゃ行くべー。最初なんですか、まあ、あんまわかんない。聞いてるんだけどいつも。振動。そうすると遅くなるって。遅くなるか。東北弁、北海道もこんな感じだよ。わかんない、東北に近いからさ、そっちの方が、北海道弁っていうより東北弁の方が近いんですよね。ここの訛りは北海道でも強い地域と弱い地域があるから、私は強い地域にいたから
だから札幌の人とかと話すとめっちゃ言われる、そんな名もあるんだねって。だからお父さんが言ってたんだけど、札幌にお買い物しに行った時になんか店員さんに函館から来てますよねみたいに言われて、なんで分かったんですかって言ったら、イントネーションが全然違うから分かります、すぐ分かります函館の人って言われたって言ってました。結構違うんです。青森の方が近いからね。そうなの。なんか TikTok 昼夜公演だったら撮れるから撮ろうかなって思ってるんだけど、最近何流行ってるんだろう TikTok。 ため撮りしてるのも出さないと、出そうかな明日わりゃわりゃみたいなやつ、なんか撮ってほしいやつとかあったら教えてほしいです。全然わかんない。何流行ってるか。なんかさ、シーオフ2でみたいなやつやりたいんだ。あれ撮ろうと思ってるんですよ。シーオフ2、これのえみさんの。そうだよね。猫耳やりたい、撮りたい。可愛くないですか。あれ可愛いですよね。めっちゃ見てます。ドレミン第2弾、ドレミ第2弾、皆さんから募集しようかな。ドレミンさんの撮ろうかな。アイちゃんとタンタンとやってほしい。叶えましょう、叶えましょう、叶えましょう。3人で撮りましょう。まあでも時間あったらになっちゃうけど、大人ブルー、下ゆうさんありがとう。まさのすけさんありがとうございます。ありがとう。みずみんの花火動画、みずみんの花火動画あったかな、ない気がするの。あったかな。見てみます。ないかもしれないけど探してみる。高校時代の時とかのはならあるのか、高校生の時に友達とやった時とかのはあるかもしれない。合宿の時撮ってたっけ。なんか普通に純粋に楽しんでた気がする。写真はあるんですよ。サインは B？ アイちゃんがねもう撮ってると思うんだ多分。私は今ため撮りしてるやつはキラリンレボリューションのやつ踊ってため撮りしてるので、ここ明日か明後日くらいに載せたいと思います。
マジでキラリンレボリューション大好き。キラリン可愛いよね。キラリンめっちゃ好きなんですよ。キラリン、私のアイドルアニメって言ったらキラリンなんですよ私アイカツとかも見てなかったから、私のアイドルアニメはもうキラリンレボリューションです。だから撮っちゃいました。どの歌か楽しみすぎ。え、全部撮りたくない？全部撮りたいですよね。なんかチャチャチャンってやつも撮りたかったんだけど、ちょっと短時間でめっちゃ急いで撮ってたから短時間では覚えれなくてできなかったけど、覚えて撮りたいなと思って。覚えますね。ラブベリーも世代だよ。ラブベリーも世代めっちゃやってました。カード集めてた。めちゃモテ院長はあれは漫画のアニメだからね。でも見てました。ゲームも持ってた。 DS ゲーム持ってました。プリキュアはちゃんと2人はプリキュアから好きだった。あとなんだ、プリティリズムはね最初の方だけ見て終わりましたね。プリティリズムは本当にちょっとしか見てないからあんまり記憶ないんです。なんか第1弾第2弾みたいなやつあって、第1弾のちょっとしか見てない。そんな感じ、私のアニメ歴アニメ歴です。秘密のあこちゃんは映画見たことある。プリパラ見たことないんだ。ゆきたんが好きじゃなかったっけ確か。プリパラとアイカツ、アイカツからプリパラに、あ、プリティリズムからプリパラになるの。あれ？わかんない。難しい。あんまりわかんない。馬刺しかな。ジンギスカンと馬刺しどっちが好きですか？だって。あんま馬刺し食べたことないかも。あるっけ？ちなみに2人はプリキュアはホワイトが好きだったんですけど、お姉ちゃんと2人はプリキュアごっこするときにお姉ちゃんがホワイトじゃないとやらないって、遊ばないからって言われたから私ブラック役でした。ホワイトが好きだったけどブラック役でした。ほのかちゃんが好きだなんか主題歌みたいなやつの CD も車の中で聴いてたな。今でも歌えそうだけどなんか歌詞が出てこない。ネズミはブラックがぴったりだよ。確かにお姉ちゃんの方が確かにホワイト味が強い。ほのかちゃん味が強いかも。どこまで見てたかな、ミュープリキュア。プリキュア555はゲーム持ってた。それもゲーム持ってた。 DS のゲーム持ってた。めっちゃ好きだった。めっちゃ楽しかったな、あのゲーム。
でもその後も確か見てたよ。香水かけるやつとかも、香水かけて変身するやつも見てたし、なんかハープで変身するやつも見てた気がする。なんかそれのガチャガチャやってるのを持ってたから、それも確か見てた。名前があんまり分かんないんですよ。プリキュア5好き。みえも多分ね、私の世代の人が一般的には5くらいからだと思う。でも私お姉ちゃんがいたから2人はプリキュアから好きだったけど、ハートキャッチ見てたと思うハートキャッチは確か見てましたね。プリキュア5のその後今度やるんだ。勉強しとこうかな勉強なんてあるその後って楽しそう、面白そう。スイートプリキュア見てない。じゃあハートキャッチで最後だ。私アニメ意外と見てたんだな小さい頃。最近はもう見てないけど、うん、マジで最近アニメ見てないの。あ、でもスパイファミリーも見てたし、推しの子も見てたから、まあ見てる方なのかな。ハム太郎大好きだよ。ハム太郎大好きだったよ。めっちゃ好き。いちご一会は本持ってた。めっちゃ好きだった。本めっちゃ読んでた。いちご一会、あとなんかさ、シールとかさあったよね。でもアニメは見たことないな。いちご一会、流行ってたな本。稲妻イレブンは見てないな。流行ってたけどね。いちご一会、かわいい、本当にかわいいよね。金玉も見てないな。ママできないでしょもう。そう、お母さんが公式運動、公式、もうできないでしょ、やってない、嘘だ、やらないけど恥ずかしがってる。そうだよやらないそうです。楽しみ、やらないって誰か真似してくれた気がするんだよな。お話し会かなんかで、なんか誰か公式の真似してくれた人いた気がするんだけど、夢？40なら自信ある。じゃあ今度楽しみにしてます。誰だっけ、でも絶対誰かはね、17期の誰かかな、17期の誰かか、ファンの方がね確かに真似してくれてた気がするんですよね。なんか教えてくれ、なんか真似したの見せてくれた気がする。どっちだったっけ、でも17期のみんなじゃない気がするんだよな。ファンの方かな。
じゃあ皆さんモノマネ楽しみにしてます。私もプーさんのモノマネできますよ。じゃあモノマネ大会お話し会でしましょう。じゃあそのモノマネでお話し会するっていう、どうですか？オンラインお話し会か対面。対面はちょっと握手しながらだとちょっと恥ずかしいからオンラインがいいな。オンラインお話し会、得意なモノマネでお話し会どうですか？プーさんやって、え、もう来てくれた人にしかしないから、みゆ、プーさんのモノマネ、スティッチのモノマネもできるよ。あ、でもスティッチのモノマネは言葉、日常言葉だと無理なんですよ。スティッチっていうその一文しかモノマネできない。あとさっきお母さんと話してる時ミッキーみたいな声出たミッキーもだから多分できるかもしれないです。ミッキーのモノマネで話すのもできると思う。じゃあ皆さんお待ちしてます、オンラインお話し会。あの最初に言ってくれたら全然対応するので、ぜひあの一緒にモノマネでお話ししたいよって方は最初に伝えていただけると嬉しいです。じゃないと普通の水島美が出てきちゃうから、あの言ってくれたらあのちゃんとモノマネ水島が出てくるけど、言われなかったら普通の水島美が出てきますので。お願いいたします。ぜひそこの、あの切り替えだけよろしくお願いします。グーフィー、グーフィーってどんな声だったっけの人しかいないんだけどえ、そんな、なんで、あ、自分もやるっていうのが抵抗あるのか。そっか、じゃあグーフィーも練習しとこう。え、なんかすっごいグーフィー、なんかずぶとい声だった気がする。なんかグワングワンしてる声だった気がする。練習風景想像しないで、想像したら終わりだから想像しないでください。ちょっと恥ずかしい。練習風景、練習なんてしない。ソララは目玉親父の真似ができるの？あ、なんかやってたかも。やってたわ、ソララ。なんだったかな、忘れちゃった。ソララと誰か二人でやってました、モノマネ。めっちゃ面白かったし、めっちゃ似てた。楽しみに待ってます、皆さんのモノマネ。あなたは何色が好きですか？私は水色が好きです。あ、言えた。みずみんだから、そう、そうです。水色とか青が好き、最近は。あんまり最近ピンクのものを買うことがないですね。水色ばっかりに、水色にめっちゃ惹かれる。ピンクはね好きだけど前ほどじゃないか。めっちゃ水色で全部揃え、水色で全部揃えたくて結構多い。一色ってやったら絶対に水色。
2色って言われたら水色とピンクかな。水色の服とか着る？え、めっちゃ着る。多いよ水色の服、めっちゃ持ってる。めっちゃでもないけど、色物買うってなったら水色買う。水色と白の組み合わせか、ピンクと白の組み合わせか、水色とピンクの組み合わせが好きです。水色と白好きだな。水色ピンク見るとみずみを思い出す。嬉しい。お前お話し会で緊張して話せなくなったらどうしたらいいですか？え、私が話しかけるから全然大丈夫です。全然私が話しかけるから、途切れること、話が途切れることはそんなにないと思います。たまに、あ、まだ話すのかなって思ってこうやって待ってたら終わってて、あ、ミユが返す番かってなる時とかはあるけど、その間とかはあるかもしれないけど、安心して来てください。握手会もオンラインお話し会も来てください。でももうあれ終わっちゃったか。販売が終わっちゃった。幕張メッセ行くと決めた。お待ちしてます。ファンの方の背景や部屋でも、部屋とかで覚えたりすることある。オンライン話し会のカーテンの色とかでこう把握したり一致させたりとかすることはあるかもしれないです。結構見ちゃうかも。また再販あると思います。じゃあぜひ再販あったらお願いします。皆さん待ってます。部屋ごと持っていくね。楽しみにしてる。じゃあ、カーテンと一緒、カーテン連れてきたりしてください。カーテンなんかここからさ、なんかこういうやつさつけて背中に背負って、そっからカーテンぶら下げてきてほしい。なんかコロコロってやるやつさ、背中にくっつけて背負ってカーテンつけてきてほしい。仮想大賞みたいな。車の中の方も多いね。うんうん、多い。変な人になるよって。いいね、絶対。じゃあ絶対来てね。それで楽しみにしてます。もう覚えてるんで、もう来てくれるって信じて待ってます。白い壁さん持ってきてねって。みゆはいい。みゆは断っとく。車しか勝たん。
本当だ、もう1時間だ。楽しみ、公演が楽しみです。今はすごく終わっちゃうよ。28分にライブランキング読んで終わっちゃうよ。いっぱいね、写真も撮ったのね。いろんなところ行っていっぱい写真も撮ったから、いっぱい載せたいと思います。なんかいい壁紙になりそうな写真とかもたくさんあるから、載せたらぜひ使ってね。手紙書きます、待ってます。え、そう、星見に行ったやつの星いっぱい空、星空のやつはあれ携帯で撮ってるんですけど、ちゃんと写ってるでしょ。すごくない？星の数すごいでしょ。あれを生で見たらもっと綺麗なんだよ。写真じゃあんまり綺麗さが伝わらないかもしれない。でもね、撮れたでしょ写真。ということでライブランキング見ます。15位リンミン、ありがとうございます。14位サトシックさん、ありがとうございます。13位キラキラボイさん、ありがとうございます。12位クリペイさん、ありがとうございます。11位クリンピーさん、ありがとうございます。10位コムチンさん、ありがとうございます。9位下ゆうさん、ありがとうございます。8位まさのすけさん、ありがとうございます。7位まやちゃん、ありがとうございます。6位こうさん、ありがとうございます。ありがとうございますって言った。5位つーさん、ありがとうございます。4位うるちゃん、ありがとうございます。3位じじい、ありがとうございます。2位あきーさん、ありがとうございます。そして1位はじゅんさん、いつもありがとうございます。ということで皆さん今日も配信見てくれてありがとうございました。暑いので水分補給忘れずに明日も頑張りましょう。そうだね、うん。ということで皆さん今日も一日お疲れ様でした。ウエットチョキでは、おやすみずみん、バイバーイ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 、バイ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 、明日も頑張ろう、おやすみずみん、切ります、バイバーイ。